2023年12月、国民生活センターに、子供の溺水事故の情報が寄せられました。子供が、アームリング付き浮き具を着用し、屋外レジャープールで保護者と共に遊んでいたところ、わずかに目を離した隙に、溺水しているところを発見されました。呼吸はなく、心停止と判断されましたが、心肺蘇生開始から4分後に、心拍再開が確認されました。このアームリング付き浮き具は、胸側に浮力体がありますが、事故時は、浮力体を背中側にして着用していました。 なお、注意表示は、本体に英語による表示があるのみで、日本語の表示などはありませんでした。アームリング付き浮き具とは、腕にはめるアームリング状の浮力体と、胸の部分の大きな浮力体から構成され、子供の水遊びを補助するものです。使う前の最重要ポイントをお知らせします。この商品は、ライフジャケットとは異なり、着用をすれば、安全を確保できるものではありません。 プールで遊ぶときの補助的な浮き具でこれだけで命を守れるものではなくつけただけで安心してはいけないものです構造上この商品は胸側の浮力体が背中側に来るようにしても着用できてしまいますでは胸側背中側の着用の違いは何でしょうか専用のダミー人形を使って実験しました浮力体が胸側にあると 仰向けになりやすいことがわかりました一方浮力体が背中側にあると仰向けになりにくい傾向があることがわかりました比べてみましょう実験の結果着用の向きによって仰向けになりにくいことがわかりました水面でうつ伏せになると鼻と口が水で覆われて呼吸ができなくなります一度うつ伏せになると 子供は、自力ではなかなか仰向けやたった状態にはなれません。つまり、正しく着用しないと、溺水の危険が高まる恐れがあるということです。アームリング付き浮き具は、ライフジャケットとは異なり、命を守るものではありません。つけただけで安心しないようにしましょう。また、使用する際には、正しく着用しないと、溺水の危険性が高まる恐れがあります。正しい向きで着用しているか、体に密着しているかなどを確認しましょう。 そして、水遊びでは、保護者や監督者の方も、子供と一緒に水に入りましょう。水の外から見ているのではなく、万が一に備え、手の届くところで子供に寄り添うことが大切です。また、海や川では、浮力だけでなく、急な流れや岩などから身を守れるような性能も必要なため、ライフジャケットを正しく着用しましょう。